ミキュウモキちゃんやばかったよ、無理心中じゃないって言ったそこでもちゃんと言い返せればまだあったのに、ね、無理心中なんじゃないみたいな、無理心中って考え方で、どうやったら無理心中じゃないできんのって、いやもう無理だって、無理心中が無理すぎる、無理心中、無理心中が無理、モキちゃん出てきたおー、びっくりした、おい、ナイスナイスナイス、あ、これディラの自作自演で本当にディラの自作自演ってことありえるからみんな気をつけて、いやー、私したモフちゃんでした、そろそろディラン、いやいや、僕やってるから、あもう一回じゃない、ワンモアタイムじゃない、ワンモアタイム、うんうん、ワンモアタイムだと思うわ。それか、うん、今喋ってない人。大きさくんだ。ああ、大きさくんだわ。喋ってない。でも、大きさんも喋ってないよ。大きさくん、今、脈拍どれぐらい今ね、120ぐらい。あ、いや、もう大きさくんだわ。これ。これ、大きさくんだ、これ。間違いないわ。入れてるし、ね、誰だよ誰だよ、なんだよ、私入れてるのやめろ、お約束やめてくれ、あぶねえ、毎度あぶねえモフ、モフについていこう、またカード、誰かやりましょう、カードカード、あー、私もカードが管理室むずいな、ちょっとみんなカードが、カードカードみんないましょう。あ、一発できた。イエーイ、一発、イエーイ。こんなエイムが必要なやつがあったら知らん。あれ、ダメ、やべ、誰もいない、エーペックスできたけど。早すぎます、遅すぎます。何なんだけど、ここは女子会が、女子会が開催されてる。女子会が開催されてる。これやだ、これほんと。やだ、かわいい。みんなカードかわいい。あ、やった。やっと取ったよ。やっと取った。次期カードのさ、やってる中にさ、インポスターいるんじゃない、これ次、うん、いると思う。起きたくんだろう。好きじゃない、起きたくんだろう。わたさん。わたさんじゃないよ。あ、嘘。ええお、違う。クソでしょ、今でも俺パンちゃんと一瞬いたぞ、一瞬、私今ポーズさんいる、うん、女子全員一緒にいたよね、ポーズさんインポスターだと思ってめっちゃ逃げた、あーもう俺パンちゃんと一緒におったよ、そうそう、うん、え、どういうこと、死体発見されてた、そう、そのタイミングで、え、そう、死体どこにあったんだろう、誰が見つけた、あの、ね、酸素ルームとナビゲーションルームの間、そっち、今俺どこにおったっけ、電気室の下の辺、そうだよね、そう、電気室の方から保管庫通って、うん、私モフちゃんといたよね、管理室からずっと一緒に、一緒でいた、最初からずっと一緒にいた、いたよね、うん、パンちゃんと沖田くんもいたから、うんうん、無理な気がする、ってことはディラン自害したってこと、え何よそんなの第一発見者が怪しいパターンのやつ、いやいや、私モフちゃんと一緒だ、さすがに、ね、女子はいたから違うかなって、女子会してた、うん、女子会してた、え、ディラン自害ってこと、自害って、さあどうだ、どうだ、おーすごい、いやこれ難しいよ、一、うん、人は一人はむずいわ、みんなでまとまってるとダメ、散ろうか、みんな散ろうか、散ろうかそろそろ散ろうか、もしくはインポスターをもう一人振るか、あー増やす、やっちゃうそれ、でもね、何で4対2でしょ、散ろうか、とりあえず散る終わりじゃない、確か、あれ、あ、そっかそっか、一人ずつやっちゃうと終わっちゃうんだ、あ、そっかそっか、あー、やっちゃおう、切ろうか、うん、切ろうか、怖いけど切ろう、会話も
ちょっと一回切ってみて。あ、切ってやってみるか。うん、それいいかも。会議の時だけ。うん。そっかそっかそっか、オンにして。私これマイクミュートどこにやるんだっけ、これ聞こえてる、これ聞こえてるよね、これ聞こえてます、聞こえてる、あ、あ、これ聞こえてる、これ聞こえてますか、ディスコード内でミュートがあるよ、うん、スピーカーミュート、ね、あの、自分、あ、スマホか、スマホでどうやるんだろうな、切りまーす、はい、ミュートってどうやってするの、あ、こうか、で、ここでオンにする、これでオンね、じゃあオンね、心細い、不安すぎる、不安すぎる、とりあえず、これまだ全然わかんないかな、今日はとりあえず写真撮ってる人いる、ナポリちゃんに出る気やったな、ミュートの方をね、私、私、なんでなんで僕ここはもう毛布でしょ。あ、私相対が多いから。この目薬、俺の目薬と一緒のやつかな。この赤いやつですか。赤い、目薬。目探偵メディカル12ってやつ。なんか匂わせがある。違うかな。あ、違う。あ、違う。アクティブの方でした、私。あ、惜しい。何の話？うん。ここで黙ると黙らないだろって安定のではまた、あ、はい、はい、あ、そうね、そうね、じゃあマイク、はーい、はーい、よし、これミュート聞いてるよね、で、タスクね、ウェブオフさんがいる、え、これ何やんの、うわ、難しい、おた、おた、管理室、管理室、怪しいな、坊主さん大丈夫か、あと追ってったよな、あ、カード好きやね、終わった誰か死んでるしナポちゃんが死んでるえ、ナポちゃん普通に、はい、すれ違っちゃいました、インポスターの人と、それ有力、それ現行犯だ、水色ディラン、水色どこであの酸素ルーム酸素ルーム入ったら普通に切ってるとこ見えて水色が走り去っていきます、違う、パンダさん笑ってるじゃん、違うっつって、え、違うから笑ってるよね、パンダさんね、いや、めっちゃ面白いと思って、え、そっち、だって僕、管理室でカードやってたよ、管理室でカード、うん、ちょっとなんかみんなで、多分3人くらいやって、うんうん、私も最初管理室でやってて、いっぱいいたの見てた、うん、その後に、多分そう、で、私は回って殺した。最初の方に行って下に行って、保管庫から、カーブエンジンの方行った。上部エンジンと。上部エンジンとカーブエンジン。うん。左の方。ナポちゃんはどこで殺されてたの？酸素ルームの、タスクやってる時に多分。やばい、時間がない。あ、時間が。やばい、やばい。短いか。なんで一票入ってあれで、水色の人、え、じゃあ、あれなんで走りさせたの、怖い、じゃあ切ります、怖い、怖い、あ、そっか、やばい、怖い、え、それあり
あ、うわ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 、死ぬわけいけないんだ。マイク。あ、そうだそうだ。どんどん移動するやん。水色じゃないし。あ、ボンズが見てる。手際が。なんだちゃん、手際がいいな。ボーンズさん、ゴースティング。次、誰だ、誰が残ってんだっけ。いないね、モスさんがいて。ここでやるんか。で、デラン、なんであそこにいたんだ。見間違い。見間違い。間違いだね。見間違いだね。見間違いだね。見間違いだね。いや、もう、だったっけ。え、そうだよ。やるな。じゃあ、すれ違ったな。いやね、思いっきり頭にあの一本ついてたよ。だからやるじゃねえか。旦那さん笑ってたんだな、ディラン。いや、ほんと、ディランの読みが正しかったんだよ、ディランの読みが。怪しいから笑ってんでしょ、みたいな。間違いだったな、ごめん。いや、うまかった。パンダさんだとは思わなかった。やったー。いや、このパンダちゃん、我ら仲間だよ。仲間じゃないのかよ。ちょい戦トイレコンビだろ。違うのかよ。いや、うまかったな。敵は良かった。敵は良かった。もう色覚えるの大事だ。いやー、でも確かにさ、確かにそうなんだ。ちょっとこの間ね、オレンジと黄色間違ったんだよ。いやー、ほんと、私も自信満々で、やっぱディランちゃんって思ったら違う。もうこれ、完全にさ、水色って言ったから、めちゃくちゃ笑ったもんね。だから笑ってた。笑いやばくて、もう。だってすごいすれ違ったのに水色っていう感じ。爆笑してたんだもん。と思えなくディランは追放されて。追放されて。怖い怖いよね。怖いね、この世界。怖い。怖いよね。行こうぜ。やば。